はい、良い子のみんな、お相撲は親御長のお兄さん、ヘビリンザーマスはよーチェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様、おこんにちはのヘビリンザーマスはよ。さあ、ヘビ蔵のお待ち遠様、大相撲今日の親御長、奥様奥様、今日も何かあったの、なかったの、親御長あったの、ナイスアマースでしょ、あったんですって、この糖尿一歩やろちくてこの野郎落ちねぐらい、そういうこと言ってはいけないザーマスはよ、というわけでございましてですね、さあ令和5年大相撲夏場所の9日目がありました。7勝の力士がいたんですって、何があったのかしらね、親御長あったのっていうことを言ってはいけないわ、というわけでございます。何があったのかしら、しつこいザーマスはね、さあね、見てみましょうか、反省してみましょうね、また確認をしてみましょうね、というわけでございまして、今日もお客様のお耳とお目目ね、拝借するザーマスはよ、よろしいザーマスはね、お相手は市川猿之助です、そうじゃないザーマスはね、よろしいざます、それでは番組スタートするざます、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましておこんにちはのね、お相手は市川猿之助です、というわけでございまして、思わず首つっちゃいました、吐いちゃいました、私は親殺しちゃったわ、どうするのかしら、そういうこと言ってはいけません、というわけでございまして、まあそういうわけどうでもいいわけざますけどもね。さあそれではですね、本題に入るざますわよ、よろしいざますかしら。さあ、令和5年の大相撲夏場所の9日目がありました。時は2023年5月の22日の月曜日となっております。さあ今日もですね、7勝力士、いました。重量が2人いました。確認しておきましょうね。はい、熱海富士くん7勝1敗に、友風くん3勝5敗で、友風くんが勝って4勝5敗で勝ち越しならず、ね、相撲賭博、熱海の相撲賭博の矢さんがですね、お金を出さずに今日はちょっとウェイティングというわけでございまして、ね、テルピーどうなったのかしら、まあそれどういう意味なわけですよね。はい、武将山くん7勝1敗に、王将馬くん5勝3敗、こちらも大昇馬くんが勝って6勝3敗で勝ち越しならず、ね、山田監督、山田監督、今日はお金どうなってんのかしら、困ったわね、困ったわね、親御長クエスチョンマーク、というわけでございまして、はい、ですね、重量は7勝力士は2人いて勝ち越しは0ということで、なんと 0% というわけになっております。あら、おかしいわね、あら、これなら普通なんじゃないの、こういうことあるわね、これだったら親御長じゃないじゃない。さあその後を見てみましょうね、よろしいざます。今度幕の内見てみましょう。幕の内も7勝力士が2人いました。確認しておきましょうね、浅野山くん7勝1敗に龍電くん3勝5敗、浅野山くんが勝って8勝1敗でお勝ち越しね。はい、世耕理事長ね、近畿大学の世耕理事長、参議院議員の議長ですね、お金を出しております。近畿大学お金を出して一生懸命やりますわね、お金を出してお金を出して、一体何があるの、親御長というわけでございます。富山のね、講演会の皆様もお金出しています。隣運輸ですかね、あのお金、優秀なね、企業さんもお金を出しております。みんなでお金を出して、親御長で浅野山君を大関に復活させよう、あわよくば横綱にしようというのが協会の狙いでございますね。日本人の横綱を出さないとね、お相撲の人気は回復しませんということで、協会台本に乗っかった浅野山君、親御長というわけでございます。さあそして、明生くん7勝1敗に、テルピーくん8勝ということでね、明生くんが勝って8勝1敗で金星でお勝ち越し、親御長というわけでございまして、おいっこちゃんも転びました。おいっこちゃん転んだ分は明生くんに星が回ってくるね、これが立浪スタイルというわけでございましてですね、まあお金を出してお金を出してね、一生懸命やっておりますね、テレビ君もたまに転ばないとね、ほどほどに勝ちっぱなしでいると白鵬ちゃんみたく怒られます、というわけでございまして、親御長。はい、そして幕の内は2人いたうち2人が成立で、なんと 100%、 もう極端ですね、0か100かね、最善か無かね、まるでメルセデスベンツの車作りみたいなこと言ってるざますはね、よろしいざます。はい、そして合計ですね、4番あったうち2番が成立で 50%、 4人いたうち2人が成立で 50%ね、まあ、 50% ってことはいいんじゃないの、ね、統計学上合ってんじゃないのというわけでございますが、幕の内が 100% ということで思いっきり高いんじゃないの、もう0か100かってですね、もうすごいゲームになってきました、よろしいざますかしら、ね、でもまあ
こんなもんなんじゃないのというふうに見ておいた方がよろしいざますわね。さあ、明日のですね、七章力士を見ておきましょう。はい、見えますか？見えるかな？はい。はい、明日はですね、七章力士が5人います。確認してみましょう。十両が熱海富士君7勝2敗に豪ノ山君9勝、武将山君7勝2敗に落合君9勝、湘南の海君7勝2敗に貴健斗君4勝5敗、幕内が平野海君7勝2敗に朝乃山君8勝1敗、北青鵬君7勝2敗に明生君8勝1敗となっています。まあ、いよいよね、この高い番付の成績優秀者の方にぶつけ合って星の潰し合いをさせる。その間にテルピーが抜けてて、幕内優勝ということになっている台本でございます。先にぶつけ合って潰し合うというですね、テルピー有利になるような星の回し合いというわけでございます。よろしいざますかしら。はい。そしてですね、見ておきたい、お尻にクリーム、そうじゃないざますはね、そういうこと言ってはいけません。さあ、成績評価曲線というわけでございます。はい、見えますか？見えるかな。はい、はい、そういうわけでございましてですね、9日目になりまして、幕内の力士は38人出場しておりますが、最高が8勝です。8勝1敗から1勝8敗までの幕内の関取が38人いるということで確認しておきましょう。8勝が3人で全体の 7%、 7勝が4人で全体の 11%、 6勝が6人で全体の 15%、 5勝が4人で全体の 11%、 4勝が7人で全体の 18%、 3勝が12人で全体の 32%、 4勝が1人で 2.6%、 1勝も1人で全体の 2.6% となっていて、このような評価曲線が出ました。まあ、ガタガタでございますけども、はい、確認しておきましょう。成績優秀者は全体の17人で 44.7%、はい、成績優秀じゃないものは21人で全体の 55.2% ということで、もうこれならいいんじゃないのというふうに形を見ておりますが、はい、成績の最優秀者、8勝と7勝を見ておきましょうということで、合計7人いて 18.4% います。よろしいですか？成績の最優秀者が全体の2割強いるんです。おかしくありませんか？普通は 10% 以下ぐらいですよ、ね、で大体 3.8 人から4人ぐらいいればよろしいざますけど、7人もいるというこのアホみたいな現実、まあ、台本ありきの親を帳という形です。またそしていつも毎場所毎場所お話しさせていただきますが、はい、1日おきにこの優秀者と優秀じゃないものがスライドしていきます。今日は9日目で成績優秀者が少ない日になっていますので、この日の表だけを、グラフだけを見ると、あれこれまともなんじゃないのというところがありますが、明日以降も確認しておきましょうね。というわけでございます。よろしいざいますか。まあ、これだけ見てどうなのかっていうのとですね、まあ、この日だけを見てもね、トータルでのお話ができませんので、まあ、9日目、10日目、11、12、13、14、15、あと6日間ですか、6日間確認していきながら、どのような星のやり取り、貸し借り、買い取り、受け取りという形が出てくるのかということも確認していきましょうね。というわけでございまして、まあ、親王朝ありきという、サマリーで確認をしていく数字の移り変わり、そういうのも確認していきましょうね。まあ、私の場合はその今お話をしていたことを前提にして数字の移り変わりを確認しています。まあ、お客様の中にはお相撲の不安の方がいらっしゃって、そういうことがないという部分のことを前提にして星の移り変わりを、確認していく方もいらっしゃると思います。まあ、もしそういう方がいらっしゃったら、そういう方の持論と理論をですね、または証拠のこういうような表とかですね、実証で起きた事象をですね、確認していきながら教えていただければ私も勉強になると思います。ああ、それならば親王朝じゃないのね、ガチンコなのね親王朝ってそういうふうになるのかならないのかっていうのを確認していくと面白いと思います。さあ、それではですね、まあ、今日はこんな形でお話をまとめてみましたけども、いかがでございましたでしょうか。お相手は市川猿之助でございます。そうじゃないざますわね。お尻にクリームバイジャーニー来た。そうじゃないざますわよ。よろしいざます。北浩二君元気？あ、あの人あの世に行っちゃったのか。まあ、それはどうでもいいざますわね。というわけでございましてですね、まあ、お相撲これ誰が、まあ、優勝誰かっていうふうに必ずありますけども、誰なんでしょうね。多分
テルピーか霧馬山くんかっていう形で、霧馬山くんが優勝でもして優勝と同時に大関昇進という形のお台本で、おめでたいおめでたい万歳とかってやってるのかもしれません、ザーマスはね。まあでも私の場合は日本相撲協会をぶっ倒すってやってるわけ、ザーマスからね、もういろいろと戦いの準備をしていかなくてはいけないのかなと思っていますね。お客様いかがでございましたでしょうかね。お客様の中ではね、私と同じ考えで日本相撲協会ぶっ倒すって方もいらっしゃればですね、いやそうじゃないと、お相撲大好きっていうですね、何ですか、 LGBT のですね、喜んでる方がいると、お尻にクリーム塗って入れたいわ、そういうこと言っちゃいけませんね。そういう方もいらっしゃるんでしょうね。男の裸を見てですね、男のケツを見て喜んでいるバカ相撲ファンね、それいかがなものかと声かけてございますけども、いかがでございますかね。まあそういうわけでございましてですね、今日はこの辺にしておきましょう。もう時間もないでしょ。時間ないですね。今日私ちょっと忙しいんざいますからね、ちょっと お時間はしょれさせていただきますけどもね。はい、それではご挨拶していきましょうね。姉ちゃん元気か。あ、姉ちゃんね、今度の週末、あ、そういえば週末ね、ありがとうございました、美味しくいただきましたね。なんだか知りませんけど珍しいですね、ステーキかなんか出てきちゃって食べましたけど、うちの息子喜んでました、ありがとうございます、姉ちゃんありがとう、愛してるわ。あ、姉ちゃん別に愛してるしょうがないと思いますけど、その次ですね、川原さんお元気ですかね、おコメントありがとうございます。はい、森子先生ありがとうございます、いつもピタンなきご意見ね、大変勉強になっております、ありがとうございます。フリードリヒさんお元気ですか、おコメントありがとうございます。松千山様、いつもいつも毎場所毎場所、いや毎場所どころか毎日毎日ね、おコメントいただいてありがとうございます、小生大変勉強になっております。やはりそのですね、お相撲の感染観察の大先輩でいらっしゃる松千山様にはですね、大変お世話になっています。どうぞですね、忌憚なきどころかですね、非常に私にはですね、有効有益になるご意見をですね、頂戴できればですね、私もですね、日々勉強と精進でですね、データの活用に役立たせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。あと他にもですね、たくさん、おコメントいただいております、ありがとうございます。ちょっと時間の関係上、今日はですね、省略をさせていただきますが、他にまたおコメントいただいているレギュラーコメンテーターの皆様、誠にありがとうございます。さあ、それではですね、今日はエンディングに入らさせていただきましょう。はい、エンディングでございます。花田雅氏があって、まあ、それもいいですけどもね、まあ本当に、まあ何ですか、今度はね、こうやってうるさく言い出したらですよ、片っぽ0にして片っぽ100にするっていうですね、もうゼロサムゲームみたいなことやってくるざまさに、昔数学で習ったわけざまさはね、ゼロサムゲームなんていうのは、ちょっとここで話すとまたね、20分ぐらい話さなきゃいけませんから、ちょっと省略します。お調べになってください、ね、インターネットで調べて出てきますし、ね、参考書開けば出てくると思いますからね、確認してください。ここまでやるかお前たちって、ゼロサムゲームやるかってですね、もう彼らも切羽詰まってる部分あるんでしょうね。まあ、ただまだまだ彼らお金はあります。250億前後ぐらい持ってるんですか、余剰金を。ただ、相撲協会ってのはですね、人件費が年間、約50億ぐらいかかります。黙っていても人件費50億かかりますってことは、250億あるってことは525、約5年間で使い切るという計算です。よろしいですね。ここから余剰金を増やしていかなければ5年でぶっ潰れる。またはですね、今国技館をですね、改修工事しなくてはいけないって、あれだってただじゃできないざますからね、よろしいざます。あれ直すとなったら50億そこらじゃいかないざます。1年間どころか2年間近くのですね、人件費が吹っ飛ぶんじゃないのって言われているわけでございましてですね、もっともっとお金をね、貯めておかないと、自分たち食べていけなくなるわけざますわよって言いながら、周りの谷町たちはみんな潰れていくというわけでございます。さあ、それではですね、お尻にクリーム塗りながらヘビリン頑張るわけざますわよ。さあ、それではですね、また皆様、私が殺されなければお会いいたしましょうね。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。